はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、今日はですね、どこに来てるかというとですね、これはですね、愛知県ですね。愛知県は豊田市、豊田市の本町に来ております。まあ本当にもうすぐそこ、トヨタの本社工場ですよ。ね、すぐ近く。そっちの方にね、来ております。なんでそのところに来てるかというとですね、実はですね、うちのね、スターステートのね、会員のね、一人から、つい先日電話がありまして、実は、ちょっと、会社を辞めることになりまして、まあ、どの会社を辞めるとは言いませんけど、ここは豊田市本町です。まあ、この辺りで、あるってことは、ということですけど、まあ、働いてまして、それでね、ちょっと会社を退職することになりましたと、それで、社員寮があると、社員寮を出ないときて、で、なるほど、わかった。で、それはいつなんだって言ったらね、もう今日なんですよね。電話もらったんか、先週の話でね。さあ、という、先週も、まとですよ。まだ一週間経ってないですからね、電話もらってから。さあ、ということでね、さあ、これは急いで準備をしなければいけない。さあ、どうしようかなというところで、本当はね、日曜日に行く予定だったんです。今日はちなみに、ね、土曜日なんですよ。24日の。ちなみに今ね、セブンイレブンの前ですね、本町の。本町神岡店かな、の方に来てますけどね。ってことでね、まあ、どうしようかというとね、まあ、友達にはね、そういう時にはね、まあ、日曜日にじゃあ行くわと、土曜日仕事やから、まあ、実際仕事ですよね。私今仕事終わったところですよ。仕事終わってそのまま直接ですからね、靴なんて安全靴のまんまですからね、私だって、さあ、ということで土曜日ね、はい、日曜日行きますよって言ったら、まあでもね、多分ね、日曜日じゃ間に合わないんですよ。そんなにね、急に行ってくるわけですよ。まあ、多分ね、何の準備もしてないはずなんです。まあ、毎回そうなんです。まあ、彼はね、よく、引っ越しをする方でね、寮に入っては仕事を辞め、その度に、寮を追い出さないということを繰り返してますと思ってね。一番最初の時は本当にひどかったですからね。まあそれはね、またおいおい話していこうと思います。けど、とりあえずね、多分日曜日に行ったんじゃね、私はね、とてもじゃないけど手がつけられないはずだ。どうかわからない。ということでね、これはね、やっぱしね、抜き打ちでね、そもそもね、あんな急に電話かけてくるのが良くない。私にね。ということで私は今仕事を終わらせて、そのまんまの足で、豊田市にやってきて、今からその寮に向かおうというところなんですよね。さあ、どうなってるんでしょうね。直接に載せますからね。で、うちなんてそんなモザイクをかけることもできませんから、そのありのまんまをね、出してやろうと思ってますけどね。まあまあまあ、うちのせいなんですからね。いいでしょう。まあとりあえずね、夕飯ね、軽くですけどね、買ったんでね、ここで。まあまあ、多分ね、行くって言っとったらね、多分ね、一緒に飯食おうって話ですけど、まあこれサプライズですからね。まあちょっと飯食ってから、ね、その風を住んでるようなところにね、行ってみようと思います。まあ、どこの寮とは言いません。どこの寮とは言いませんけどね、ここは豊田市本町でございます。おっと、いけないところでした。今ね、そのね、現地には来たんですけどね、私ね、一つ大事なこと忘れてましてね、彼ね、この寮の中で一回引っ越ししてるんですよ。前に来た時とね、そう、寮の場所は一緒なんですけど、部屋の番号がね、なんか変わってるらしいんですわ。それをね、そうや、ふわっと言っとったなと思い出してね、危うくね、前の部屋のところで取っつきするところでした。危うく全然違う人が出てくるところでした。ということでね、そもそもね、私ここに来たのね、何の住所もまだ聞いてませんからね。そう、ですからね、今からね、ちゃんと合ってるからね、念のため確認しようと思います、電話でね。というか部屋番号も分かりませんから、確認しないときはね。ということでね、彼にちょっと電話をかけて行ってみようと思いますよ。この場所ここだったと思うんですけどね、一回本当にね、フライト、そのこっちに来た時にね、一回チラッとやってきたことがあるだけなんで、実はうろ覚えちゃうろ覚えなんですけど、まあ、逆に言うとよく一発で覚えたら、まあ、トヨタには4年間いましたんでね、仕事と学生時代と掛け合わせたら4年以上か、ね、なんやかんやと、来てるところなんでね、実は、土地勘はある程度あるんですよね。さあ、ではね、早速ね、電話かけてみようと思いますよ。
ちゃんとおるかな、多分ね、あの彼の車がね止まってるんでね大丈夫だとは思うんですけど、ね、その車はね終わるの確認しましたんで、あ、お疲れ様です、山田です。いや、あのさ、そうそう、あ、行くって言っとってさ、俺さ大事なこと忘れとったんやけどさ、部屋番号前のところと変わっとるんやんな、変わっとるんやんな、え、どこなん、名護市ってな、あー、そっか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 、うん、わかったわかった、まあ俺も今日仕事やったもんでさ、うん、とりあえず頑張って、今、あれ、ちなみにあれだったよな、あの、やんな、うん、まあ今とりあえずあの仕事終わって、うん、でとりあえず今豊田市の本町のそのところに来とるで、うん車があったら多分おるなとは思ってんけど、うん、多分こっちかなと思ったで、あ、よし、車どうしような、よし、いいや、君の車の前にとりあえず横付けとこう、うん、そうしとくわ、はいはいはい、うん、だから来たんだよはいはい、ではすぐ行きます、はい。そもそもね、スタンステープのね、会員なんですからねこういうことをやったらカメラが突入するっていうのはね、前提でね、想定しておいてもらわんときませんけどね、どうなんでしょう、想定してないだろうな、さあ行ってみましょうか。おや、わざわざ開けててお出迎えをよし、これ閉めるな、これは閉めるな、これ、お疲れ様です、お疲れ様です。何言ってんの、ほら、うちのところ、ほら、YouTube 初めて、あれ、YouTube デビューするのちゃったっけ、あれ、おかしいな、あれ、記録映像やから、それ、YouTube でアップなんて知らんから、うん、状況ね、そんな期待したほどじゃないよ、めっちゃ片付けたから、じゃあ、開けていいんじゃない、じゃあ、開けようよ、じゃあ、開けよう。いやいやいや、そんな、あの状況によってはオンエアしないから、だってオンエアできるレベルなんでしょ、はい、入るよ、はい、空気良くないよ、これほう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 、わー、これおめえ、ちょっとオンエアきついじゃねえか、そう、いや、あの、踏み場なかったの、踏み場見えるようになったんだよもう出るんだよね、え、もう引っ越すんだよねこれ、これよし、まずは、うん、一応ね、念のために車にマスクは積んできたんだけど、とりあえずマスクはなし、あ、マスクあるね、うん、用意してくれてるね、うん、うん、さすがね、お察しやね、さすがやな、慣れてきたな、姿にも、ちょっと待って、お前、今の宇宙人のものあるんじゃね、物あるね、ちょっとトイレで乾かしてるよ、はいあ、こっちの方が乾くの、感じして、こっちの方が、そうか、そうか、これ、今日そのこれさ、すぐにさ、ペットボトルとビングさん、ごちゃごちゃにすんのやめようって、あと缶も混じっとけん、あー、ちゃんとこれなんで瓶が、最初の瓶がすぐ使ったのに瓶があるんだよ、怖えな、ちょっと待って、踏み場ないよな、いや、ほんと踏み場ないけど、踏み場ねえよそしてお前なんでプケイトを買ってんだよ、コートあたり売っとんの、プケイト、プケイト、俺プケイトがあるよ、売っとんの、売ってる意外と、そしてさ、はい、うん、いや、ド派手にやったね、え、ド派手にいってるね、あ、うん、いや、でもこれもしまったんだよ、割と、うん、AB とかしまってあるね、うん、じゃあこの辺にかけてやったんだけど、またこれをちょっとね、溜め込んだね、どうこれに収めるかはね頑張ってるのか
あの物理の法則、質量保存の法則って知ってるかい？ああ、なんか。うん。これだよね。今この状態だよね。うん、この人は国をまとめようとしてるぞ。そう。で、これでもね、ちょっとだいぶ重いんだよね。だろうな。だってさ、うん、いや DVD ボックスとかはそんなにだし、フィギュアもさ重くはねえよ。うん、Sカップさ、もう飲んじまえよ。あ、これSカップじゃなくて、あの小物が入ってます。ほう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 。おお、懐かしいシスプリやん。ああ、これシスプリの裏がラブライブのポスターなんだ。ああ、でもこれも捨てていいよなと思うんだけど、捨てらんないんだよね。捨てる。それはね、もうよく知ってるからね。だからこの時間に来たんじゃないか。ああ、収まらない。そうだろうな。おめでとう。あとさ、せめてバナナはちゃんとしようぜ。ああ。これ、この布団めくるの怖いよ、これ。